モーグリがいる。僕が見えるの、クポ。あなたたちは選ばれし人、クポね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が天使のモグヤ、クポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだ、クポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけ、クポ。俺に見えていいのか。それは言わせないでほしい、クポ。商品はみんなで集めた名品、珍品、クポ。モーグリメダルと交換する、クポ。まずは会員になってほしい、クポ。クロゲイゲイ。モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしい、クポ。モグヤはメダルを集めてどうするの？もちろん、みんなを幸せにする、クポ。それがモーグリの使命だから、クポ。モグの物語と同じだね。なんでもや、頑張ろうね。ああ。次、どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。え？え？だったら張り切るよね。確かに、そういうやつもいる。私、そういうやつ。よろしくね。誰か、腕ドキドキ。神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かって行ったよ。くれぐれも気をつけてな。集中していく。仕掛けだ。やっ。いい。やっ。届け。やっ。燃え上がれ。やっ。頼んだぞ。私の出番？えい！ほっ！えい！砕けちゃう？冷たいよ。見てて。協力してこ。やってやる。やっ！それ！
バランチの魔法炉爆破はウータイと共謀した策略である。おお、聞いたぞ。倒してくれたんだって。魔法炉のロボットがスラムで迷子だなんて。やっぱり爆発が原因かね。やつら魔法炉を警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう、助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。ところによっては雨が降るかもしれません。あなたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があって、その支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。夜が来るの。まとめがミッドが。あ、ソルジャーさん、一緒にお話聞く？マコールが壊されてまた戦争が始まるかもって本当かな？その前に心配することがあるだろ。フォリア先生との約束。私帰るね。見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔鉱炉が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束。ハウスに帰らないと。爆破出て。アバランチのアバランチのやつ。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。ってもうこんな時間？フォリア先生怒ってた？うわー、ごめんなさい。クラウドさん、お会いできて光栄であります。自分は強い男になりたいであります。ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔鉱炉が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。あ、もしかして恋に出てた？うわ、びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。
お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。内緒だぞ、話したら罰金だからな。う、勉強の時間。これで全員だね。ハウスに戻ろ。1番街、8番街、5番街の日向には約束。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルデどうだ？秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。秘密基地はみんなの大事な場所なんだ。どうかガマ王から守ってください。アバランチの隣に入る多くの住民たちは避難しています。アバランチはウータリの手。明日は予定を変更して急がれ住民たちによる攻撃警戒を悪くない。どうしてもやる？隙をつく。まだだ。出ろ。ここまで進むぞ。前に出る。じゃ、後ろから。沈め。やっ。やっ。やっ。おい。それ。やっ。そっちは任せる。はいはい。見てて。おしまい。じゃあ。突破する。うん。やめて。よし。くわ。
行け。あっち行って。よかった。それ。この出だし。やっ。うん。仕上げだ。倒れるわけには。かすり傷。飛んでけ。やっ。このままでは。よし。私の出番？そっと包み込んで。これで大丈夫。それ！かかってる。行け！砕けちゃうよ。しかも簡単にな。やった！さすがクラウド！これでみんな安心して遊べる！ありがとう！はい、お礼の宝物。
第3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこと、いいですね。はい、わかりました。我慢王退治、ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで、応援してるよ、見ているよ、愛してるよ、そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうにはそれくらいしないとって思っています。すごい。先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。うんうん、ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。クラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。覚悟はいいかい？
こっち。仕上げだ。どけ。沈め。わあ、軽々クリア。なかなか面白かったでしょ。また来てね。私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。何でもや、客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。1番街、8番街、5番街の中には。